どうもレンジです。今回なんですけど、リサの遊園地イベントがついに来ましたので、こちらのねアイテムゲット方法や、おすすめのね SR 衣装なんかね、はい、紹介していきたいと思います。まあそれで言うとね、こちらこれだよね、遊園プレゼント、これマジでついに来た SR アンロック永久衣装解放カード。まあこれね、何に解放しようかなってね、まあなんか迷ってる人とか特に、決めてない人はねぜひね参考にしてください。そして何よりこれがね俺的には一番レア、特殊アクション解放カード。シーズン19までだったら、解放できると。うん。こちらがね、マジで絶対ゲットした方がいい。で、これね、ランク戦保護カード。これは、ランクまで負けた後にね、まあ、負けるっていうか、ランクマーが終わった後に使用するか、選べるみたいです。うん。期間11月30日で、確か4ポイントプラスされるのかな。で、全部でプラス12まで上げれるみたいなんで、まあ、利敵とか、まあ、ちょっとなんかね、まあ、落ちちゃったりとか、なんか気に食わない負け方したらね、ぜひね、これ使ってみてください。うん。で、参戦ボーナスとかもね、やる人はね、ぜひこれめっちゃいいと思うんで、はい。ゲットしましょう。で、まあ、スコープ。で、これ今回のアイコン枠ね。お、いいね。かぼちゃがかわいい。で、お、SSR、あ、これは体験ね、まあ、かけらとかにできる。で、まあ、安定の友情のアイテムと手がかりですかね。で、これ全部で、この動くアイコンが全部ゲットできると。うわー、かわいい。動くアイコンもね、少女とかも、ね、結構珍しいアイコンなのかな、最近出た。うん。まあ、ですが、まあ、好きなやつね、ゲットしてみてください。じゃあ、ちょっと抽選してみようかな。うん。いろいろ説明はあるんですが、まずは、じゃあ、抽選して、連続もやっていくぜ。17すべて引くとかできるんだ、これ。1回引くとどうなんだ。一回、おっ、おって出てきた。やったぜ。手がかりゲットして。あ、これって何？はい。これ出ない時もあるのか。ちゃんと。はい、ポンってやったよ。これ抽選か。むず。すべて獲得するにはコイン25枚必要。あ、そうなんだ。あ、スコープ出た。なるほど、なるほど。これ、出ない時もあるんか、全部。結構鬼畜じゃん。あ、出た。やったぜ。ランク戦保護カード。なるほどね。いや、これ永久衣装と特殊アイ、ん？エモートが結構、あれかな？熱いんかな？マジで？ほら！わー、マジか。もうこれ全部引くか。お、行くぜ、11個。ほら、行け！ 11 個、ブラーンと、ブラーン。おー、よっしゃ、やったぜ。はい、さらに友情と、おー、やった！永久衣装解放カード来ましたね。あ、やったぜ！アンロック来た、これ。もう超欲しかったんすよ。よっしゃ。マジで、マジで嬉しい。やったぜ。こちらね。タスク。タスクに関しては、あ、ここでコインゲットできるやん。はい。これはもうね、ポチポチ受け取るだけでね、簡単ですね。お、めっちゃコインゲットしたんだけど。やったぜ。よーし、じゃあこれもう一回全部抽選したろ。はい。やっていきます。ほら。全部抽選していくぜ。はいはいはい。お、これで解放できたかな？やった。うおー、嬉しい。普通に嬉しいね。これ無料なの熱いな。じゃあちょっとレンジ君、まあまあガンジ君ね、最近使ってるんで、バッツマンいきます。やったぜ、かわいい。さあバッツマンゲットしていく。そしてで、これね、ログインのギフト券、うん、これは、あ、こちらね、キャラ 50% わ、あ、 50% もか、うん、 50% と、あ、こちら、これこれ 40% オフの衣装割引カード、これがねマジで貴重なんで、はい、もうコラボ、今回のねゼロコラボとかに使えるんじゃないかな。はい、なんでこれ絶対に、ゲットしていきましょう。で、これだよね。かわいい、このアイコン。これマジで欲しいな。まあ、これもね、ログインすればゲットできるんでね。はい、忘れないようにしていきましょう。はい、そして、まあ、レンジ君的ね、SR 衣装おすすめ、じゃあ紹介していきたいと思います。まずは、オフェンスなんですけど、オフェンスの衣装といったら、やっぱこれかな？うん、前の動画でもね、話したんだけど、はい。やっぱね、改めてこちら2022年ね、SR 衣装、これがいいっていうやつだと、まあ、消防士。まあ、もう見てください、この頭バチバチ。うん。これね、本当に SSR でしかね、エフェクトって大体出ないんですけど、これ第五人格が始まって、まあ、すぐあたりに出た衣装で。はい。これ髪がね、バチバチしてて、これ SR なんですよね。うん。なんで、まあ、オフェンス特にね、まあ、使わないって人でも、まあ、28とかでね、遊びとかで使うってなると、
まあね、この衣装可愛いと思いますので、はい、ぜひね、こちらも検討してみてください。アンロックカードで、解放できるんでね。わー、最高じゃん、これ。ナキピエロの花火の害もね、これはね、SSR なんだよね。これもバチバチしてるんだけど、ね、これ SR じゃなくて、さっきのね、オフェンスは SR なんですよね。なんでね、このね、バチバチあんま変わんないんですが、SR、ほんとすごいですよね。はい、あとお次はね、フラワーガールかな。このね、フラワーガールは結構有名なんですけど、これね、エコーでしかね、交換できないんだよね、なぜか。他の衣装とかって、大体あの旧シーズンって言って、このね、この旧シーズンのガチャで出るんだけど、なぜかね、フラワーガールだけ、これエコー限定なんだよね。なんでだろうね。これ可愛いよね。はい。で、これあの課金しなきゃ買えない衣装が、なんとこちらね、体験っていうね、押してもらうと、アンロックカードでね、これゲットできるんですよ。これすごくない？めっちゃ可愛いよね。レンジ君ももったいぶってたけど、使っちゃおうかな。これ、アンロックしちゃおう。フラワーガール。庭師好きなんで。やったー！嬉しい。これもね、なんかコスプレとかでもよく見るね。本当に可愛い衣装ね。ぜひね、フラワーガールね。はい。買ってみてください。で、やっぱね、ハンターで言ったら、ボンボンの、こちらですかね。はい、ありました。ブリキの木こり。この三角頭衣装、これシュールだよね。なんか顔がね、すごく何みたいな感じですが、可愛いよね。このね、三角頭ね、これなんでかっていうと、結構ね、やっぱ上手い人ね、なんかこの衣装使ってる人多くて、うん、でも大体俺三角頭の衣装着たらマジでもう危険だっつってね、ランクもよく言ってるんですけど、まあもしかしたらこの頭がスリム、他の衣装って、まあ、ちょっとこう帽子があって、うん、帽子がこう四角でね、あの画面の範囲がちょっとね見づらいんですが、もしかしたらこのね、見やすくなってるのかなって、この三角形になってて画面がねシンプルに大きくなるっていう。で、白黒上手い人とかもね、よく四つ筋の美少年のユニクロとか使ったりしてね、あの画面がね見やすくて使うんですが、はい、こちら三角頭も、これアンロック解放カード使えるんですよね。いやーマジで嬉しいね。でもこれに関してはね、一応旧、シーズンの方でもねゲットできるのかな。うん、まあセットしたりすればゲットできるんですが、まあこれね、ちょっと可愛いなと思った方はぜひね、これアンロックで開けてみてください。まああとはまあこれかな、バルクのヒモムシとかはね、特にまあこれもね、まああのエコゲンというよりかガチャでね、ここからも解放できるんですけど、まあイモムシといったらね、やっぱなんかキャラがね大げさに変わるやつが SR 衣装としてはね、まあレンジ君的には豪華かなと思いますね。こういう感じだって、まあ大体バルクのね、ちょっとお洋服がまあ変わったとかね、仮面がついたとかにはなると思うんですけど、これに関してはなんかもう全身フォルムが変わってるんだよね。さっきのねボンボンとかもオフェンスとかもそうだし、そう、まあなんかそもそもこうクオリティがね変わってるっていうやつは結構レアだとは思いますので、はい、これもねまあなんだろう、こう巨漢とかね、あの結構特殊とかなんか絡む、誰かとね絡んだりするのにね結構可愛い衣装だと思いますので、ぜひ、ね、イモムシもねおすすめしたいです。んー、まあなんかせっかくなんでイモムシ解放しちゃおうかな。もう解放しちゃえ、俺ゲットしちゃった。よっしゃ、 SR A 級でイモムシゲットしちゃいました。これね、ほんとシュールだしね、すごいパンチがあるよね、この衣装。じゃあちょっとせっかくなんでね、エモートの解放カードもね、使ってみようかな。レンジ君で言うと、ちょっとバツマンのね、解放カード、これゲットできるかな。欲しかった。お、やったパンチゲットしたいと思います。ほらやった、俺ずっと欲しかったんだよな、バツマンのマウ。オッケー、マウ、設定しようと。お、できたできた。パンチ、右肘、左肘、交互に見てってやつね。これ、嬉しい。ここまでご視聴ありがとうございました。今回はね、まあ、SR A 級衣装カードがね、来たりしたので、おすすめ紹介なんかしてみました。まだね、ゲットしてない方はね、もう今回無料でね、今の全部ゲットできるので、忘れないように試してみてください。また最新情報を出していきたいと思いますので、気になる方はぜひね、チャンネル登録やいいねボタンポチッと押してもらえると嬉しいです。ライブ配信やね、参加型もやっていますので、気になる方はぜひね、僕の Twitter フォローして遊びに来てください。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れんち。